まだ真夜中のはずだ。
神山、この山には水を御神体として祀る風習があった。水は魂の源であり、また魂の帰る場所でもある。
水から生まれた魂を水へと返す。この山の水に触れて死を迎えることは輪廻することとして正しい死に方であるとされていた。Thank you.
水の清らかさを守るために選ばれた巫女たちが常しえば人柱として水に捧げられていた。あの黒い箱に入れられて、you
雛崎さん親子をルイ連れ戻した方がいいが、柱を失ったよ。